外廃用は初期の肺における三つの一次廃用の一つ。三つの廃用は最も外側の層である。外廃用と中廃用を及びない廃用である。外廃用は肺の外側の層に由来する。外廃用、エクタダームという言葉は外側を意味するギリシャ語である、エクトスと神秘を表すダーマに由来している。一般的に言えば、外廃用は神経系。 葉のエナメル質及び表皮を形成するために分化する。また、口、肛門、鼻の粘膜及び、感染、髪と爪を形成する。脊椎動物では、外廃葉は3つに分けられる。外部の外廃葉、神経系、及び神経管、後者の2つは、神経外廃葉として知られている。ドイツ系ロシア人の生物学者であるクリスティアン、パンダーは、 肺発生において形成される三つの肺葉を発見した。パンダーは鳥の卵を使用して発生学の研究をし、外肺葉、中肺葉及び内肺葉を発見し、1817年にビュルツブルグ大学から動物学で博士号を取得した。この発見からパンダーは発生学の創始者と呼ばれることもある。初期肺についてのパンダーの研究は、 カール・エルンスト・フォン・ベーヤという名前のプロイセン系、エストニア人の生物学者によって引き継がれた。ベーヤは、パンダーの肺用についての概念が多くの異なる、死の広範な研究を通じて、すべての脊椎動物にこの原理を拡張できることを発見した。ベーヤはまた、荒肺を発見した。ベーヤは、彼が1828年に出版された。 動物の発生学という教科書に彼の肺葉についての理論を含む彼の調査結果を公開した。外肺葉は、まず、現状形成と呼ばれる頃に、両生類及び魚類で観察することができる。このプロセスの開始時に、発生途中の肺は、たくさんの細胞に分裂していき、放肺と呼ばれる細胞の中空球を形成し、それは動物半球と、 植物半球に大きく分けられる。最終的には、後輩の動物半球が、外肺葉になる。卵は受精直後、迅速な細胞分裂を開始し、三つの肺葉、中肺葉、内肺葉、外肺葉を形成する。皮膚の表皮は、肺発生の初期幻長肺段階で、神経外肺葉を囲む少ない肺側外肺葉に由来する。肺において、他の肺葉と、 外廃用の相対位置は選択的親和性によって決まる。つまり、外廃用の内面は中廃用に対して強力な親和性を持ち、また内廃用に対して弱いの親和性を持つ。この選択的な親和性は発生の様々な段階で変化する。二つの廃用の表面の間の親和性の強さは、細胞の表面に存在するカドヘリン分子の種類と量によって決まる。 例えば、N カドヘリンの発言は、線符上皮細胞から線符神経細胞の分離を維持する上で重要である。外廃用の主なものは、脊削の上にあり、それは脊削によって神経系になるように指示される。幻聴感乳幻腸形成のプロセスの間、瓶細胞と呼ばれる特殊なタイプの細胞は、腹口配身と呼ばれる包廃の表面の穴から、貫入する。 腹口配信ができると、瓶細胞が内向きに伸び、放廃空の屋根になる放廃の内壁に沿って移動する。動物局の表層細胞は、中汎用と呼ばれる中間の汎用の細胞になる、運命にある。放射状の延長を経て、動物局の細胞は分裂し、白層から、いくつかの厚さのある層になる。それと同時に、 分裂細胞でできたこの薄い層は腹口配信に達すると修練身長と呼ばれる別のプロセスを始める修練身長では腹口配信に近づく細胞が肺の内部に引き込まれているように入っていくこれら二つのプロセスにより中肺葉細胞になる予定の細胞が外肺葉と内肺葉との間に配置される 中殿身長及び放射状の貫入が進行すると植物局の残りの部分は予定外肺葉に完全に包まれる。外肺葉細胞は外側に層を作り他の細胞を包む。これにより三肺葉からなる肺ができる。三肺葉が確立した肺ができるとこれら三つの層の分化が進み神経肺を形成する。神経肺棄に外肺葉は神経管。 神経体細胞と表面の形成をもたらす。外廃用のこれら3つの構成要素は、それぞれ別の特定のセットの細胞を作り出す。神経管の細胞は、中枢神経系になる。神経体細胞は、抹消及び、超神経系になり、メラノサイト、顔面軟骨や歯の増下質にもなる。表皮細胞領域は、表皮、髪、爪、皮脂腺、嗅覚、 口上皮だけでなく、目を生じさせる。神経肝形成、リーレーション神経関形成の過程で、表皮層と深い神経管の間に、神経底細胞が配置される。神経関形成の進行は、一時神経肝形成、及び二次神経関形成に分けられる。一時神経関形成の時期、中肺用の積作細胞は、隣接する表層の外肺用細胞に、信号を送り、 自分自身を中上のパターンに再配置させ、外配用の細胞に働きかけ神経板を形成させる。積作上の外配用領域はその形状が変わる。これに関わる特殊な細胞は中央屈曲点と呼ばれる神経板の折れ曲がる部分にある。外配用は細長く伸び続け、神経板の外配用細胞が内側に折れる。主に細胞分裂の影響により、 外廃用の内側に折りたたみが継続される。その後、背外側屈曲点と呼ばれる場所の細胞が誘導され、外廃用の内側への折りたたみを促し、神経板の端がつながり神経管となる。二次神経管形成では、神経管は内部に空間ができ、中空のチューブ状になる。期間発生、オーガノジェニシスエクトダーモルスペシフィケーション神経系、派。 紙と多くの外分泌線などは、外廃用からできる。外廃用からできるすべての器官は、隣接する二つの組織の層からできる。ヘッジホックファミリーに属する調節遺伝子、FG 解、TGFβ、WNT などが、外廃用の器官形成を媒介する。FG 解9は、母へ発生の開始時に、重要な因子である。上皮寛入中の率が、 大幅に FG 回マ9の作用により増加する。FG 回マ9は、肝獣式ではなく、上皮のみで発現される。FG 回マ10は、より大きな破肺を作るために、上皮細胞増殖を刺激するのに役立つ。哺乳類の歯は、肝陽由来外肺葉から発生する。組織層から連続的に成長している歯の形成のための上皮の肝細胞は、正常包帯と、 表面外胚葉の上規定層と呼ばれる。外胚葉異形成は、外胚葉由来の組織グループが発達異常を起こす、稀ではあるが重篤な状態である。外胚葉異形成の170以上のサブタイプがあるので、外胚葉異形成は漠然とした用語である。疾患は突然変異、または遺伝子の突然変異のいくつかの組み合わせによって引き起こされることが分かっている。 病気の研究は現在進行中であり、同定されている外肺葉異形成症のサブタイプに関わる変異のほんの一部についてしか研究されていない。常染色体優勢の外肺葉異形成症の様々な症状に苦しんでいる、北スウェーデンの5歳の女の子の歯科医療、A 高校内の写真。上額接種が復元されていることに注意。B レントゲン写真は、 同じ患者の顎に主要な重乳歯と1 1永久歯が欠けていることを示している。外肺腰異形成症はこの疾患の最も一般的なサブタイプである。この患者は様々な症状が出る。ヘッドの一般的な異常の一つは発汗減少症,症、または機能不全の感染に起因し汗が出ない。患者は温熱療法は避けるべきであり、暖かいと特に危険である。 顔の気形もヘッドに関連する。傷ついていたり、歯が欠けていたり、目の周りの死は、皮膚、少なく細い髪、気形鼻などもヘッドに関連している。湿疹のような皮膚の問題が場合によって観察されている。それは典型的には、枝遺伝子は X 染色体上にあり、劣性遺伝をする。この疾患の患者は一般的に男性である。なぜなら、 男性は X 染色体を一つしか持っていないからである。女性がこの疾患になるには、両方の X 染色体に遺伝子変異がなくてはダメで、女性では稀である。女性の一つの X 染色体上の遺伝子が変異している場合、この病気にはならないが、子供に影響がある可能性があると考えられる。ありがとうございます。